センランカグラバーストグレンの少女たちは、マーベラスアクルより2012年8月30日に発売された、ニンテンドー 3DS 用ゲームソフト。2011年に発売された、センランカグラ、少女たちの新鋭マイナスの続編で、前作、少女たちの新鋭に登場した、比率蛇女子学園のメンバーが主役となっている。新たな調整を施した前作シナリオが、 全編収録されており、厳密には、前作の完全版といった作品となっている。ヘビオンの編の大まかな物語の流れは、半蔵編に近いが、展開はパラレルで超秘伝人法書にめぐる騒動と、決戦の経緯も異なる。物語上の続編は、2ではなく、バーサスシリーズとなる。2017年にプレイステーション4にて、HD リメイクが行われることを発表。 センランカグラバーストリー、ニューエルのタイトルで2018年2月22日に発売された。続編一部のプレイアブルキャラクターは DLC として配信。アジアにおいてもセガゲームスが2018年にセンランカグラバーストリー、ニューエルを反対中文版、ハングル版に翻訳した上で発売する予定。前作同様、3つのパートでストーリーが進む。他に 多彩なアクションや、クエスト、新たな新技を加え、前作である、戦乱カグラ、少女たちの神栄マイナスシナリオも丸々一本で収録されている。鈴音の正体のみは、プレイヤーキャラクター、他の二人は、新登場、または、名前判明した、サブキャラクター。また、一部の前作サブキャラクターが、 任務説明の依頼人としてのみ登場。前作登場キャラクターたちの設定は変わらないが、日陰と遥かの過去は、蛇女編しか明かさない。比率蛇女子学園、リ・ニューエルの DLC として参戦。宮美日のみが専用シナリオが用意される。もともとは、バーサスシリーズの登場人物。四十九月戦女学館その他、リ・ニューエルでの DLC として参戦。 もともとは2の登場人物。戦乱カグラバーストリー、ニューエルに関するカテゴリー。ありがとうございます。